50代の田中夫妻は結婚して30年が過ぎた頃、人生最大の危機に直面した。夫の和夫は長年勤めていた会社を早期退職し、妻の道子は専業主婦として家庭を支えてきた。しかし子供たちも独立し、夫婦二人だけの生活が始まると、夫婦間の距離は次第に広がり始める。まさか熟年期に差し掛かったこの時期に不倫が問題になるとは田中夫妻は思ってもいなかった。1、すれ違いが生んだ孤独感。和夫の本音。和夫は定年を前にして長年の仕事から解放されることを心待ちにしていた。仕事一筋だった彼にとって、退職後は自分の時間を取り戻す絶好の機会だと感じていた。しかしいざ仕事が終わると、予想以上の空虚感が彼を襲った。毎朝起きる理由がない。妻の道子とも日常的な会話はなく、二人の間には静寂が広がった。ある日、和夫はたまたま旧友と再会した。その友人が若い同僚と不倫関係にあることを知った時、和夫は驚きつつもどこか羨ましく感じたのだった。刺激のない日常とこれから先の人生への漠然とした不安。そんな時、和夫はたまたま参加した趣味のサークルで年下の女性に出会う。彼女は和夫を尊敬し、人生の経験を語り合ううちに和夫の心に火が灯った。和夫のケースは退職後に生じる時間の余裕と孤独感が不倫につながる典型例です。退職後の男性にとって社会的な役割の喪失や夫婦間のコミュニケーション不足が問題を引き起こすことがある。この問題を防ぐためには、夫婦で退職後の生活についてしっかりと話し合い、新しい共同の目標を設定することが重要です。例えば共通の趣味やボランティア活動を通じて夫婦で新しい刺激を共有することが有効な対策になる。2、道子の孤独と無理解。妻の葛藤。道子は長年専業主婦として家庭を守ってきたが、子供たちが独立した後は自分の役割が失われたと感じていた。夫が退職後、自分との時間が増えることを期待していたが、和夫は家にいるもののテレビを見るか一人で外出することが多くなった。二人の間にある静寂がかつてのように温かく感じられることはなくなっていた。道子は昔の友人たちとランチをするようになり、 SNS を通じて久しぶりに昔の恋人と連絡を取るようになった。最初はただの懐かしさだったが、次第にその男性と再び会うことを楽しみにするようになり、自分の中に眠っていた感情が目覚めるのを感じた。私はまだ女なんだ、そう感じさせてくれたその男性との時間は、道子にとってかつての自分を取り戻す時間だった。道子のように長年専業主婦をしていた妻が夫の退職後に疎外感を感じることは少なくない。自分の存在意義が失われたと感じることが不倫の引き金になることもある。この場合、夫婦で一緒に過ごす時間の質を高める努力が必要です。例えば夫婦で定期的にデートや旅行を計画し、感情的な距離を縮めることが重要。また妻自身が新たな趣味やコミュニティに参加し、自分自身を再発見する機会を持つことも効果的です。3、不倫発覚後の対話。信頼の再構築への道。ある日、和夫がサークル仲間とのメッセージを道子に隠すようになったことがきっかけで、彼女は夫の不倫に気づくこととなる。最初は信じたくない思いでいっぱいだったが、SNS を見ていた時、あるメッセージが道子の目に入った。あなたとの時間が幸せです。和夫と女性とのメッセージだった。道子は怒りに震えたが、同時に自分も昔の恋人と密かに会っていたことを思い出し、複雑な感情に駆られた。夫に対して問い詰めることを躊躇していたが、次第に二人の間に無言の重圧が漂うようになり、ついに道子は話し合いが必要だと決意する。対話の中で和夫は自分の孤独感と退職後の不安を打ち明け、道子もまた自分の抱えていた孤独と無理解を吐露した。二人ともお互いが互いに対して無関心になっていたことを認識し、これからどうするべきかを真剣に考え始めた。不倫が発覚した際、感情的な対立を避け、冷静な対話を持つことが重要です。相手を責めるのではなく、まずお互いの感情や孤独感を共有し、どうしてこのような状況になったのかを振り返る。夫婦カウンセリングの利用も有効で、専門家の助言を通じて信頼関係を再構築することが可能になる。4、夫婦としての再出発。新たな未来を描く。和夫と道子は二人でカウンセリングに通いながら関係の再構築を試みた。最初はお互いに冷めきった感情が残っていたが、
時間をかけて信頼を取り戻す努力を続けた。お互いの気持ちを聞き、相手に寄り添う姿勢が徐々に2人の距離を縮めた。特に2人で新しい目標を立てることが大きな助けとなった。週に一度、必ずデートの時間を設け、夫婦で過ごす時間を楽しむことを約束した。また旅行や趣味を通じて新しい思い出を作り、過去の傷を癒す努力を続けた。結果的に和夫と美智子は、不倫という試練を乗り越え、再び強い絆で結ばれた夫婦となった。過去の過ちを乗り越えることで、二人は今まで以上に深い理解と愛情を持ち続けることができたのだ。不倫後の夫婦が再び幸せな関係を築くためには、新たな未来に向けた目標設定が重要です。デートや旅行、共通の趣味を通じて、お互いが一緒に楽しむ時間を作り出すことが効果的。また過去の過ちを忘れずに、そこから学び、二人で成長する姿勢を持ち続けることが、関係の再構築につながる。50代夫婦の不倫は、避けられない現実として多くのカップルが直面している問題です。しかし夫婦が冷静に向き合い、対話を通じて問題の根本を理解し合うことで、再び信頼を取り戻すことができます。重要なのは感情に流されず、二人で未来に向けた新たな目標を共有し続けること。和夫と美智子のように、不倫を乗り越えた夫婦には、より深い愛情と絆が待っているのです。それでは次回の動画でお会いしましょう。